時代のお姫様の戦事情。戦国の世は常に戦が巻き起こっていた時代。旦那様が戦に向かえば姫は城に残り、城代としての役割があった。基本的な政務は旦那様の残していった留守役が行うが、城代である姫はその政務の決裁承認を行った。旦那様が戦に敗れた場合は旦那様の受け入れの準備を整えたり、もし旦那様が戦で討ち取られるようであれば、幼子の後始末、自身の後始末、家の最高の段取りなど状況によって変わる。この時代、敗北が決定すると姫と女児は助けられ実家に帰された。顔見知りの好意の武将がいれば恥ずかしめを受けずに実家の陣営に帰れるが、顔見知りもおらず自分が姫であることを証明できなければ女子として最悪の最後を迎えることになってしまったよ。また姫が優秀な場合は敗戦が濃厚になると実家の陣営から使者が迎えに出向いて姫と女児は実家に迎えられる。これがこの時代のお約束だった。しかし実家に帰ったから終わりというわけではない。姫が優秀な人材であれば次の相手へと嫁がされ、そしてまたその繰り返しとなったのだ。